も2位に終わりましたが、よく終盤を盛り上げました。ラルトホンダのモレノが3位。今年もヨーロッパファクトリーチームは日本勢に鈴鹿で勝つことができませんでした。松本は BMW は最高のポジションをキープ4位です。松本にはモータースポーツ社会からビッグファイト賞が贈られる模様です。ヨーロッパチャンピオンのサックレ、成績は不本意でしょう5位、リースが6位です。まずは大健闘と言ってもいいでしょうか、スコットです。7位でのフィニッシュのスコット、8位がハスミです。さすがにホンダパワーが強く、上位7台のうち5台全部入賞を果たしました。結果はご覧の通りですが、鈴鹿では2位が指定席という感じがあります。逆転しまして5点差、星野ヨハンソンが逆転しております。鈴鹿 F2 シリーズでは5戦中4戦の優勝、4度目のチャンピオンになりました。ウィナーとして戻ってまいりました中島、ゆっくりと車を降ります。ではその中島選手のインタビューです。おめでとうございます。中島さん、これで全日本そして鈴鹿の F2 シリーズのチャンピオンになられたわけですけれども、喜びの声どうぞ。いやー嬉しい。途中ちょっとシーズンの途中あったから、なんかその分がなんか運が良かったな今日はな。モレノ選手は早くパスできたのがやっぱり良かったな、悩んでたんだけどね。最後のヨハンソン選手の追い込みは気になりましたか。いや、なんないわけないでしょ。大したもんだ、やばい、満タンの方にねセットしてたからね、軽くなると軽くなっちゃうんで俺の、ちょっと辛かったな。さすがに中島も疲れたという感じを出してましたけれども、そうですね、とにかくまあこれだけですね、もう立ち上がれないほど疲れた、彼の表情を見たことありませんね。やはりそれだけですね、全身を振り絞って走ってた、しかも逃げて逃げて逃げ切った、もうこの辺のまあ精神力といいますか、根性といいますかね、さすがですね。星野選手もですね、もうプロだから疲れたなんて言えないんだと、もうやるだけやるんだというふうに気迫をこもった言い方をしてました。やはりこのプロドライバーの根性のあるといいますか、ファイティングスピリッツまざまざと見せつけられましたね。レーサー込みとしては中島にしていれば計算通り会心の出来だったと、そう言っていいのかもしれません。見事な中島の優勝でした。さあそれではサポートイベントのハイライトをご覧いただきましょう。まずシティブルドッグレース、このレースは23台が出場しております。おなじみの松田選手も登場するわけなんですが、絶対スピードが上がったことでレースとして非常にこう華やかにといいますか、ね、スリリングになりましたね。もう激戦ですね、非常にもう接戦です。まあ性能が同じぐらいですからね、まあ、こういうふうに本当にもう大接戦でサイドバイサイド、おっとっとっと、これはと小さいスタート状況で、そしてもう一度来ましたね。ここで大転倒がありました。息を飲むような大事故が続きました。大変な接触事故があったインディのレースのようですね、はい、スタート直後、まあ、これだけの車が絡んだ接触事故というのも珍しい、はい、見てみましょう、はい、これがですね、まあ第1コーナーの組なんですけどね、大場選手が寄っていったところに深谷選手の左側の深谷選手と接触しまして、まあ、さらにそれが中谷選手と接触、はい、そして佐藤選手がスピン状態でコースをこれ横断したところにどんどんと、ね、ぶつかってしまった。そしてさらに今後ろ向きに、まこれ飛びますよね、はい、もうこれはねもう喋ってられないぐらい、はい、迫力ありますが、2番の選手だったんですけど、ね、後ろからもう一回見てみましょうか、はい、角度カメラ向いてあるんです、はい、違いますがね、ここで、はい、あの辺でやはり第1コーナーを取ろうとした時の、まあ、インの取り合いでこういう大混乱が起きたわけですが、それから、まあ、コースを1台横断した車とついついと接触したということになりますが、まあ、もう少しこの辺をですね1周目、まあ、安全に走りたいですね、まあ、ともかくこれでも怪我人が出なかったというんですから ね、まあ、ねベルトがありましてロールバーがありますから、その点は安全性は高いですからね、はい、というふうに思うんですけど、先ほどサーキットの顔を見ていただいて、これが抜け20万がね、あ松田選手、ね、松田選手ですね、はい、ちょっとスピンしてしまいましたがうまく立て直しました。転倒虫の松田選手、はい、転倒せずスピン止まりでした。しかし本当に怪我人がなくてよかったということなんですが、シティブルドッグレース優勝の中島がシリーズチャンピオンに輝いております。シビックジャパン
タンカップレース女性ドライバー篠田久美子さんの優勝です。そうです。シビックドライバー日本一になりました。F3 レースフォルクスワーゲンエンジンの佐藤の初優勝で、2位に入りました兵道が山田とわずか1点差なんですがチャンピオン獲得。スーパースポーツカーレース大排気量マシンのポルシェ956をドライブするコムシが当然の優勝でした。 FJ1600 レース立山が2勝目を挙げました。2位に入りました中山が15ポイントを獲得、念願のシリーズチャンピオンに輝きました。最後まで大熱戦が続きました、はい、今年のモーターレースだったんですがいかがでしたか、1年間、もう1年間やっぱ振り返りましてね、この F2 の日本のレベルが完全にヨーロッパを抜いたなという点ですね、はい、ですからもう日本のこのここで勝てるドライバー、これは世界に通じるドライバーじゃないかと思いますね、まあ、来年もねさらにあの F2 盛んになると思います、はい、おそらくあの新しい外人選手も来るでしょうしね、はい、また楽しみが増えるんではないでしょうか。カテゴリーの変更なども伝えられておりまして来年が気になるところです。解説は角智彦さんでした。ハードな女はプラグを選ぶですね。お線香は星雲。 My spirit of the wild. Follow the call of the wind and sun. You were born to run. 今全身にスポーツスピリット、スパルタンだ。ホンダリード。300馬力の熱帯魚を見た。リアルスポーツポテンザ RE71M 新登場。ブリッジストーン。この番組はブリヂストン、ホンダ技研工業、カシオ計算機、アライヘルメットとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。マスタックスで開けトルツクコン。止まれトルツクコン。トルツクコンで一緒に見ようね。マスタックス8日9日は日立のお店。我が家の本中華はちゃんこ風。はい、巨泉さん。やったぜ、ウルフの本中華。お味は？うん。ハウス本中華。時々私少女 A。ニートアップ限定車ミラビビアンホワイト。ミラ。1日2日はダイハツへ。